皆さん、こんにちは、かずきです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。今回は私の10年間の成長を皆さんにご覧いただきたいと思います。ところで皆さん、この動画をご存知でしょうか？かずきちゃん。はい。かずきちゃん、お母さんの中の中にいた時どうだった？気持ちよかった。気持ちよかった？中どうなってた？この動画は私が当時2歳の時の動画になります。このような小さい頃の動画から今までを一つの動画にまとめたので、皆さんぜひ最後までご覧ください。それではどうぞ。マイクあるよ、うん、この中にあるよマイクね、うん、この中にあるよ、うん、なんか歌って。はい、どうぞ。どうぞ。人の人ドキドキする視線を笑ってる人リーモン心をシュワイを突き進んだ虹の7人、はい、パチパチつけまつけてつけまつけまつけまつけかわいいまつけまつける。あるものももう少しいくしそうだから変身するね。よし、キュアレゴルカチャ変身。今決めた。私も野菜ジュース赤くは味覚よ。ペペ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 つまらないでしょ。同じのなんていいことなんて痛くないって、君もそうでしょ。あなたを素敵な自己中にしてあげる。この空の向こうにはどんな夢がある。いろいろな怖いお化けも笑いたい。甘い匂いあれこれにつられてきて可愛い子たちがいるんだもん。チームの花は気づいてくれない。愛と正義のセーラー服美少女戦士セーラームーン。来ましたね。おお、来た来た来た。早い。ニコニコはどうですか？メラメラになれるために頑張る気持ちを誰にも負けないわよ。おかくむはよろしくて。キュアフローラ。魔法の夜だからおかしいね。スカイに
大丈夫？はい。
で皆さんいかがだったでしょうか。私自身はあんまり成長してないような感じもするんですけど、皆さんのご意見も聞きたいと思いますので、お気づきの点やここは成長したなっていうところをコメント欄で、つぶやいていただけると嬉しいです。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。じゃあね。